マニアが絶対にいる。こんかな、うん、まんまとはめられて、あれって何やったやろ。ショーゴシキーオニシドラマルフミキンです。マイロー。さあ今日はですね、空気に合わせて空気に合わせた喋り方をするというね、人狼だけワードウルフ。まあルールはね、まあ簡単に言うと、周りの空気に合わせて自分は仲間外れじゃないよっていう、まあ、詳しいルールはここに出ます。はい。みんなであるお題について話し合う中、みんなとは異なるお題を与えられた少数派の人、ワードウルフを探し出すゲームです。互いの会話をヒントに、自分に与えられたお題が多数派の市民なのか少数派のワードウルフなのかを探っていきます。ワードウルフは市民のお題を推理して話を合わせたり、嘘をついたりしながら、ワードウルフだとバレないように振る舞います。話し合いが終わったら多数決でワードウルフを指定します。ワードウルフが指定できれば市民の勝ち、市民が指定されればワードウルフの勝ちです。ワードウルフを指定できても、ワードウルフが市民のお題を当てることができた場合、ワードウルフの勝ちになります。さあそれではやっていきましょう。お題がじゃあこちらに並べてもらえるって感じですね。はい、まあ、では並べていただきましょう。いきましょう。ベビキン。さあそれでは皆さん、メジャーの目の前にお題が出てますので、はいはい、じゃあ式が出ていきましょう。私こちらでございます。私いきます。じゃじゃん。はい、こちらです。はい、これでございます。はい、よし。これはもうあれですね、視聴者の皆様には分かってるという、うん、そうですよ。で、今から、まあ、トーク始めていきますけど、喋、はいはい、らないはダメですから、はい、一言ずつ喋ってくださいね。じゃあ誰から喋っていきましょうね。最初はグー、じゃんけんほい、しょ。じゃあ俺から右手回り、こう行きましょう、こう行きましょう。じゃあ私最後に、はい、じゃあいきますね。はい、はい、建造物です。あー、ですよね。建造物ですね。建造物、おー、攻めてきてる、うん、建造物です。うん、はい、はいはい。ね、マニアが絶対にいるかな。うんうんうん、まあ、マニアおるな。マニアおるおる。うん、俺の中では日本で3本の指に入るくらい有名なものじゃないかなと思った。まあそうですよね。まあ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 、まあ、人によってはそうかもね、うんうん、その建造物にはちょっとしたゲームセンターがありますね。うん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 、何や、まあ、そうなんや。まあまあ、ちょっとしたゲームセンターがありますね。あるかもしれない。分からない、行ったことないんだ。僕行ったと、行ったことありましたね。行ったことある。俺あるか、見たことはあんねんけど、うん、入ったっていうか、入ったことはあるかどうかちょっと俺はもう検索記憶に入れますよ。え、みんな入ったことある？いや、俺はない、ない。俺もない気がする、ね、でも四季はある、俺はある。まあでも四季いろんなとこ行くからな、なんか割とありますね。なんか有名どころを歩きたいみたいなとこあるから。関西人あんま行かん。えー、いや、関西人は行くやろ。関西人は行くじゃん。俺が行かんだけ。だって似たようなもんあるしな、うん、関西で、うん、ある。関西人やからこそ行くみたいなのかな。関西人やからこそ行くんじゃん。そうか。さあ一巡しましたが、はい、一巡しましたが、僕もなんとなく分かりましたよ。なんか分かった。分かりましたね。さっきの言葉の一言でちょっと分かりました、うん、でもう一巡いきますか。もう一巡、もう一巡いっとこう、はい、ね、うん、普通に考えて、うん、どうやって作ったのかなって。どうやって作ったのかな。気になるね。なるほどね。こち亀とかにもタタ出てくる。そうですね、こち亀とかにもタタ出てきますね。わりかしあるよね、高い建物。まあ、高いよね。高い。割かし。てか高いで有名。高いでまあ有名っちゃ有名や。観光名所ではありますね。
まあ、名所っていうか、あれですけど、どれですか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 、名所っていう、まあ、名所で観光する人は多いよね。うん、名所というか、観光するか、名所というか、観光する人はいるじゃないですか。だから、だから名所というかの続きはみんな気になって、うんうんうん、あれ、あれって言ったら、そのあれって何やったんやろうって。トラは言えるよ。だから観光名所というか、観光しに行く人も多いよね、そこに行くとっていう感じ。それいわゆる何の名所じゃなくて、観光場所や。名所までは行かへん。名所までは今行く人は少ないんじゃないかなと思う。あ、昔は観光名所やったかなって俺は思う。今はちょっと少ないんじゃないかなと思う。もう飽きた感じがするかなって思う、うん、はい、ということで2巡目いきましたが、うん、俺案外分からへん。いや俺どっちかやねんな、うん、俺2人おんねん。俺もはっきり分かってる。いや俺もね2人おる、うん、俺はっきり分かってる、うん、じゃあ狼さんは誰で行きましょう。じゃあ行くで。狼さんは誰だ。誰でも。僕はトラマルさんだと。俺もそうやと思った。俺式やと思う。俺もね。俺、うん。じゃあ一斉ので開ける。せーの。はい。ほらー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 。じゃあ怪しかってんな。ほらー。ドラマルだけが一回な関西じゃなくてみたいなことを言って、うん、その時点で俺とは違うのかなと思って。通天閣にはですね、あのカニを捕まえるゲームセンターがあるんですよ。あるっけ。あるんですよ。いや、これな、これな、いつの話やそれ。誰かスカイツリーや思って。いや、俺もそうやねん。いや、俺も絶対式通天閣や思うたもん。ワンラウンドで式の勝ち。はい、はい、じゃあ次行きましょう。ベビキン、では第2戦いきます。僕はい、置きます。こちらですね。最初はグー、じゃんけん、こい、はい、くっしょ、しょう、じゃあ俺が最後でしょ、うん、はい、じゃあ第1巡目僕から、はい、うん、では僕から始めさせていただきます、はい、ではいきます。子供の時よく遊んだなって思います。ああ、そうです。あ、まあ、今でもちょっと乗りたい時はあるけど。乗る、乗る、ああ、なるほどね。次僕、うん、俺、まあ、子供の時の遊んだ記憶はあるけど怖かった。ああ、怖かった、怖かった、怖い、怖い。俺今回はこういうのちょっと入れていこうかな。怖い、俺はちょっと怖いって言う。いや、怖いとは言うな。あれ怖い人はおらんかったけど。いや、俺の周りにはいなかったよ。あ、そう、うん、でも俺も遊んでたけど内心ちょっと怖かった、うん、ああ、これで怪我する子とかみたいな、うん、まあおったな。そう、だから怖かった、だから怖かった。どんなもんでも遊び方で怪我するやん。喋りな、それやってたら自分が自分が怪しくなる。悔しい、苦しいで、ね、イチャモンだらけのおっさんじゃん、それ。そうですね。では翔さん、どうぞ。あんま見えへん、最近でも。そう、なんかあんま見んか。見るかな、あるとこにはある。イメージカラー青。あー、イメージカラー青かな。いや、でもね、いろいろあるで。うん、イメージカラー青、なんか最近あんま見んかな。あ、イメージカラー青は地域によるよ。イメージカラー青やもん。いや、青や、わかるわかるわかる、イメージカラー青、わかるわかる、イメージカラー青やったわかるよな。わかるわかるわかる。じゃあ20名いきましょうか、はい、小学校にはあったなって思います。小学校にあった、あった、俺らが通ってる小学校にあった。うちんとこはなかった気がするな。だって取り合いなのあったらさ、その記憶がないから。まあ、取り合いになってましたから。まあ、運動神経が小さい頃からいいと、より楽しく遊べる。うん、ああ、そうやな。そうね。それはそう。まあ、それはそうです。さ、遊具によってはさ、なんかみんな言われて運動神経が悪かったら遊べるものもあるかもしれんけど、うん、あれは結構運動神経が左右されるなと思う。まだやな、何でもできる、うん。もうこれめちゃくちゃ攻めたこと言ってるんですか、うんうんうん、飛距離。うん。ああ。
距離じゃん。距離ね。距離な。じゃあ、ショップどうぞ。ですね。うーん。2人ぐらいじゃん。その遊べる人数。大体、大体な。大体2人で。大体な。うん。うん。まあ、中にはね、3人とかでやる人もいるかもしれないですけど。行きましょうか。行きましょう。じゃあ、オオカミさん、誰だで、指さしてください。オオカミさん、誰だ。ショコだと思います。ショコか。僕もショコだ。ほんま？あ、じゃあ誰かウルフか、正解を教えてもらいましょう。せーの、だ。待ってください。オオカミの逆転させてもらっていいですか？俺はもう途中で、これみんなが俺のことオオカミだと思ってるなって気づいたんですよ。お前たち、ブランコだろ！いや、ほんまにね、飛距離とか言うと悪いですよ。これ俺の感じだな。突っ込んでいいですから、飛距離はあかんて。はい。お前シーソーやろ。これシーソーです。これシーソーです。これはもうね、これはもうね、あなたのおかげでね、分かった。もう勝ち筋が途中で見えまして。うん、はい。飛距離出るのは試験プランコしかねえわ。うんうん、シーソーで飛距離って、ね、およーい。じゃあ、まさに見破られたということですね。ベビキン。じゃあ、3巡目は皆様にも一緒に考えていただいて、考えてもらいましょう。はい、という形になります。では、待ってください。はい、はい、決めました。はい、はい、うん、OK ですか。はい、大丈夫。じゃんけんほい。はい、クッション。小野さんがどっち向き決めてます。左もごめん、左前ですよ、俺から。はい、分かりやすい。自分から行った。自分から行った方が損やん。勝ったからや。自分から行った方が任せるよ、いいと思う。あ、ほんま？じゃあ、行きましょう。ワードウルフ、スタートです。スタート。今は損ないけど、昔めっちゃ好きやった生き物。あ、うん。俺でも今も好きやで。ああ、今も好きです。時期好きそうだよ、うん、俺好きよ。好きそう、うん、じゃあトラマさん、なんやろうな、見る機会、うん、あんまりない。あんまないかも。あんまないな。うん、まあ、うん、そうか。まあ、結婚かな。うん、結婚でバレたら負けるけど、うん、まあ、水族館だよね。あー、水族館では見るな、見るところもある。難しいね。うん、これも難しいぞ、難しいぞ。もうお前オオカミか。あ、オオカミか。可愛らしいですよね、見方によっては。うん、可愛いなって思う、うん、これ向こうのところが。どんなところが気になるやん。気になるやん。フォルム、どんなフォルム、どんなフォルム、どこが可愛いの。そう、なんて言うんでしょうね、ペチペチというか、うん、もう生きてる姿が可愛いな。ペチペチ。いや、バシャバシャ、バシャバシャもしてるな、うん、バシャバシャもしてる。もうないな。水族館によっては、ショーをやってるところもあるよな。あるあるある。水族館によってはある。よってはある。俺が知ってる中ではある。うん、そいつがおったらショーはするくない？いや、せんのかな。どうだ、するところとせんところもあるんじゃない。いや、俺、すると思う。するの、うん、あのね、うん、食べたことないかも。まあ、そうですね。うん、いろんな問題になりますね。動物愛護団体から割と怒られると思う。そうですね、うん、食べたことないかも。うん、なくてよかった。うん、うん、私か。うん、こういうフォルム、こういうフォルム。まあ、そういうフォルム、こういうフォルム、そういうフォルムや、こういうフォルム。うん、そこが。あと触ってみると多分ツルツルしてそうでちょっとザラザラしてるんかなっていう気もするっていう感じ。あ、うん、の皮膚。うん、うん、いろんな色の種類のやついるよね。いろんな色？色。うん、いや、だから二三種類か。二三種類。色って言うかな。色とは言わない。あの、色が柄が違うのとかはあるだろう。柄？違う。
分かる。あ、その週ね。うん。あ、その週ね。うん。うわ、ここに来て分からんくなった俺。うそやろ。誰やろ、オオカミ。え？マジ？俺もう確信してる。え？マジで？俺は分からへん。分からへん。全然分からへん。他3人も当てれるぐらい確信してるから。うそー、ほんま。え、どこら辺が？え、今はもうみんなが喋ってて、うん、ほぼ俺も分かってる、うん、俺も分かってるね、うん、その人の脳内まで分かってる、うん、今ビビビビビ、うん、俺見えたんだよ、うん、でも俺はもうお題は分かってる、うん、2つ、うん、え、どういうこと？2つ分かった？2種類や、2種類や、うん、出てる。2つは分かってる、うん、分かってる。え、何と何で喋ってるか、うん、何と何で喋ってるかはもう分かった。え、じゃあ今からさ、そいつの鳴き声みんなでやっていこう。難しいな。難しいよ。じゃあ難しいと思う。泣くんや。泣くよ。そのお題どっちも泣くの知ってるから、うんうん、イメージでね、ちょっとやっていこう、うん、はい、じゃあウルさんから。多いかも、多いかも。分かってくれる。俺本物の鳴き声してるんでやっていいですか。はい、じゃあこれじゃないわ、これじゃなかった。おい、こっちこっち、あかん、逆にわからんくなった。もう行きます、もう行きます。俺絶対外さん自信ある。マジ？だ、俺最後のせいでわからんくなった。俺違うかもしれん。俺市民代表でいける自信ある。俺に委ねてくれたら一人で当てれる自信ある。嘘、やってみる。それ、いやいやいや、もうみんなも考えてるから一緒に。名探偵翔吾さん発動する。名探偵翔吾発動してもいいよ。先にじゃあ、ごめん、ちょっと待って。じゃあ先に指だけ刺してから翔吾ラストやろう。はい、じゃあ行こう、うん、お母さん人で行こう、うん、いっせーので。うわ、まった、まった、俺？うん、じゃあ名探偵翔吾教えましょう。はい、この事件の犯人は、はい、イルカのモネさんです。あ、さあどうでしょうか。さあ皆さん、もうこれはもう一斉のでいただきます。せーの、ダンステキンテキンテキン。おお、ほんとだ。バシャバシャ、こいつのせいやで。そうなんですよ。お前、私は途中でバシャバシャというワードを出して、ウルさんを混乱させました。あれ、もしかして俺は狼じゃない。もしかして俺は市民なのかというマインドに変えていったわけですね。僕には仲間がいると。僕には仲間がいると。え、ほんまに、ほんまに。ちょっと聞いてほしい、ちょっと聞いてほしい、はい、まんまとはめられて、はい、俺は、あ、イルカとペンギンやって分かった、はい、で、ペンギンっぽい、なんかペンギンっぽいやつでも、こいつイルカやねんな。こいつイルカやねんな、わて分からなくなったでしょ。分からなくなった。そうなんですよ。ブラフを打ってたわけ。はい、もう途中で気づきましたね。子供の頃好きやった、うん、ペンギン子供の頃あんま好きちゃうと、うん、好きなのは大体イルカやろと。そこで気づいたんだ。モニョさんが子供の頃ペンギン好きやと思えなかった俺は。あ、そういうこと。いや、こいつ全部イルカとしか言うで、いるバシャバシャ言うし、うん、触り方ツルツルやけど、そうなんだ、もっとサラサラして、僕もほうやろって言うんだ。でもペンギン確かにこのサラサラしてそうで、ツルツルしてそう。皮膚というワードを出しました。これはもう完全にね、もうだって、だから俺最後分からなくなったね。翔子に裏切られた瞬間やろ。あーって、もうペンギンやってこれと。お前、泣き声の時こうやっとんのと。はい、それで我々ペンギンダイブ、はい、11月の1日に発売でございますからね、皆さんぜひゲットしてください。はい、この動画が面白いなと思った方は、ぜひ高評価とグッドボタン、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。